はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もメンタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日2023年7月28日花金の日、最新アップデートが入りまして、封鎖区2つとね、で、あとイベントがですね開始されました。はい、ということで早速ねイベントの方を見ていこうと思うんですが、今回ね始まったイベントはゴールドラッシュ、謎の金鉱石を鑑定しよう、最大で90倍の価値になるよということで、今ね価値が2999円なんですが、これがですね90倍になる可能性があると。はい、でこのね謎の金鉱石は、すべてのマップの電子金庫、金庫、スーツケース、ジャケットを調べたときに一定確率で入手できますということで、スーツケースとねジャケット、これはですね今までね漁ってなかった人ももしかしたらいるかもしれないので、見つけた際はねぜひ漁ってみてください。はい、そしてゴールドログインっていうのがあって、まあねログインするとこうやってね金鉱石がもらえますから、まあ、皆さんね忘れずにログインをして受け取るようにしましょう。ちょっとね物は試しに鑑定してみたいと思います。リセット引き換え券っていうのがあって、入手方法はねイベント中に合計1回ログインするっていうのと、レイドに1回参加するっていうのと、レイドに2回参加するっていうのを、まあ達成すると獲得できます。はい、とりあえずね、鑑定していきましょう。カモン、こうやってね鑑定していくんですよ。無名不具合 34.2% のゴールドということで、ちょっとね、増えました。3498、まだ行くぜ。僕はもっともっと増えてほしいので強力にやっていく。さあ増えましたね、4498。下がる可能性もあるんでね、皆さんそこはねちょっとね賭けになってしまうんですが、来ました、11995。これちょっと悩ましいよな。もう一回行ってみるか。頼む、来い、マジで来い、お願いします。あ、下がった。今のをね売却したら6000公演になるわけです。で、鑑定インデックスっていうのもあるので、まあ、これもね、しっかりと受け取っておきましょう。まあ、うまいな。うん、公演がねたくさんもらえるイベントになりますので、まあ、皆さんねこの公演必ずね受け取り忘れのないようにしてみてください。さあ、ということで本日はですねもう一つの目玉、新マップ封鎖区のね、まあ、ノースリッチやっていこうかなって思います。はい、はい、今回使っていく武器なんですけど AK-74N、 もうね見てわかる通りなんですが、見た目がねかなり邪悪なカスタムになっています。魔改造されていますね。はい、この AKM 元はねアサルトライフルの一種なんですが、なんとこのマガジンがですね AK-100 というものをつけまして、ほぼ LMG 化、しました。100発撃てます。これ最強です。で、まあ少しね見ていくんですが、まあこんな感じになってるんですけれども、まあ、とりあえずですね、まあ、相手は、まあ、封鎖区ということなんで、まあ、パーティーでね、来るんだと思うんですよ。一人で行くのは怖いよね、封鎖区。僕もわかる、その気持ち。でも僕は一人で行く、怖さを抑えて。で、まあ、パーティーとね、当たるんで、どうせ。だから、まあ、しっかりね、リロードせずに、まあ、弾幕張れて、敵をね、しばけるようなカスタムを作ってみました。はい。垂直リコイルが83、水平リコイルが78と、まあまあいいんですよね。なので今回ね、これを使ってやっていこうと思います。一つねこの AK-74N の、まあ、弱点というかデメリットがあるんですが、こちらのですねマガジンがリグに入りましーん、 2×3 マスで6マスなんですよね。6マスのリグって僕は知らないので、まあ、もしかしたらあるかもしれないんですが僕は知りましん。まあ、ただ100発撃てるんでね、そんなに交換する必要もないんで、とりあえずワンパ壊滅させてあげて、まあ、その後ね落ち着いて交換すればいいんじゃないでしょうか。はい、ということでね今回はこの装備を使ってノースリッチ封鎖区やっていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでね秒速 3cm でマッチングしました。対戦よろしくお願いします。今ねちょっと声を出していたら、まあ、てか全ロスしすぎて鼻のね粘膜にねダメージがいって鼻血出てきました。はい、僕とねこのメンタルブレイクアウトの相性ってかなり悪いんですよね。僕発狂すると鼻の方にねなんか力が加わって鼻の粘膜が切れてね出血してしまうんですよ。鼻血ブーになっちゃうんで、今鼻にね詰め物をしながら喋ってるんですが、まあ、もしかしたら
鼻声っぽく聞こえるかもしんない。すまねえな。今ね、詰め物してるんで、まあ、少々お待ちください。まあ、治ったらね、鼻フンってやって、詰め物ね、ポンってやってやりたいと思います。敵に向かって。とりあえずやっていきましょうか。マジで風作怖い。みんなわかる？この気持ち。風作が怖いって気持ち。俺だけ？これ。とりあえずなんか変なところで湧いた。ああ、なるほどね。こんなところで湧くんですね。そうなんですか。さあ、ということで、ノースリッチの風作の脱出のね、なんかやつがめんどくさいですね、かなり。非常になんかいろいろと言われてるんですが、とりあえず初手はですね、まあ、安定のイモイモムーブかなと思いきや、ここ行きます、僕は。もうちょっと強気に行こうか、芝こうか、ね。せっかくなんで、今回はね、アグレッシブに動いていきたいと思う。まあ、自分のですね、得意なムーブを相手にね、押し付けることによって、僕は相手を芝いていくんで、いましたね。あんなところにいるか、2枚見えてますけど、僕これニスコなんで無理だな。あいつどうしよっかな、やってろか。いるいるいる、来てる来てる。なんだあいつ。は？あれはスカブじゃん。スカブはちょっと一旦無視で、はい。ちょっと分が悪いというか、まあ、やはりパーティーですよね。スカブにさ、バラされたくないので一旦下がりますが、ここ引くこと大事だからね。しっかり引くときは引きましょう。引き際をね、間違えると本当にね、無駄なんで、命がいくつあっても足りないからな。とりあえず風作なんで、まあ、しっかりとね、漁ってもあげましょうか。多分さ、美味しいと思うんだよ、漁るだけでも割と。だからこの風作にしかないアイテムっていうのをしっかりと取っていきたい。風作にしかないさ、宝箱っていうのがまあ湧いてるはずなので、それをしっかりね、取っていきたいと思う。さあ、まずはレジ強盗です。さあ、犯罪を犯して422公演をゲットしました。犯罪を犯した割にはかなりですね、しょうもない結果となってしまった。で、レジもまた漁ってあげて、もう5万公演ぐらい落ちてねえかな。さすがにそれは夢物語でした。すいませんでした。調子乗りました。さすがの風作といえど、そんなね、レジからね、公演が出るわけはないんですよ。とりあえずしょっぱいね、これね。ここしょうもないか。ここはしょうもなさそうですね。しょうもな案件入っちゃってるので、とりあえずあっち側のなんか銃声2機をしばいていきたい。いないかな。どこで銃声してたんだろう。結構遠いか。やっぱりね、このノースリッチの攻略の鍵っていうのは出口の近くでしばくことだとは思うんだよな。うん、それ間違ってないと思うんで、とりあえず僕はこっち側に行きたいと思います。さあ、まあこの辺で接敵するかもな。まあ接敵したら下で、まあ、GG 対戦ありがとうございましたなんですが、やっぱ漁りたいっていう気持ちもあるんだけどさ、でも俺はしばきたいっていう気持ちの方が強い。うん、みんなどっちかな。しばきたいのか漁りたいのか、まあそれをね、はっきりさせることによって、まあ自分自身のね、型というか戦い方っていうのが、まあ、見えてくると思いますよ。僕はですね、本当にしばくのが楽しいんで、漁るのはね、まあ、正直二の次なのよ。漁ってさ、まあ、たとえ500万を手に入れたとしても、それよりかは俺はしばいて、10万でいいんで。おいおい、撃ってきやがったな。おいおい、マジかよ。だるだるだる。ガチか、怖っ。見えてないし、俺だけ。一方的には最悪だ、そっちか。そっち側か、それ。めんどくさいですね。本当にやめてください。一旦ちょっと回復入れますが、あれ無理だ。ノースリッチにそもそも遠距離武器持ってこないってさ、やばいよな、これ、普通に。間違えたかもしんねえ、俺、やり方を。うわ、あんなところから撃ってくんのか。うわ、いたわ。あれはだるい。あいつでしょ、だって。あ、違うか。見えてないわ。どこだ？わからん。ただ、超遠いよね。めんどくせえ。それはちょっとだるいんで、僕、一旦ね、下がりたいと思います。ここも引きましょうか。まあ幸い相手のエイムがそんなに良くないので、とりあえず木をね、背に向けてしっかりと射線切ってあげれば大丈夫かな。これはまあそんなにね、強くいった。やばい、最悪、ミスった。これまずいぞ。あ、鎮痛決めてないタイムです。最悪です、これ。痛い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 。やめて、本当にガチでやめて。本当は痛って、マジやめろよな。あっぶねえ。とりあえずさ、一旦巻き巻きタイムしますが、危なすぎた。本当に鎮痛決めろって怒られる。先鎮痛警察に叱られてしまいますよ、今のプレイは。怖いんでね、本当にプレイング警察がいっぱいいますからね。とりあえずなんとか、まあ、手術まで済ませてあげて。痛い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 。は？え、大丈夫か大丈夫か、これ。痛い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 。ははは。大丈夫大丈夫。なんか怖い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 。急にホラーゲーム。
なんかバキ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 言ってたけど、手術が成功したのかようわからん。怖いですね。行きましょうか。さよなら。とりあえず遠距離2機とはおさらばしていきたい。マジでやだな、遠距離ズルだな本当に。遠距離でさ、俺戦ってないから、その間合いで戦いたくないからな。自分の得意を押し付けていきたいから、苦手をさ得意にするんじゃなくて得意をね伸ばしていきたいタイプの人間なんですよ。だから僕を否定してくる敵っていうのは総じてしばきたいわけ。あ、いるか。あいつらなんだ、やつらは何でしょうか。あ、あいつら人ですね。さあようやくやってきた人が、人狩り行こうか。さあ人がやってきてくれたのは非常に嬉しい。しばきますねあいつら。やったかな、やってないか、わからん。とりあえず1枚ダメージ当てていると思う。さあもう1枚か。100発撃てますからね、撃ち放題ですよ。こっからはしっかりと100発の強みを生かしていきたい。どこだ、いるね。くっそ、ただまだ全然撃てるでしょう。撃ちます、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 撃ちます。は、後ろ、後ろ何それ、いった。は、なんだよこれ、もう封鎖君やばいってマジで。どうなってん、もうやだ本当に。俺もうお金ないって。終わりました皆さん、破産です。ついにメンタルブレイクアウト。心はなんとか持ってるけどお金が先になくなってしまう問題。ちょっとキルカメラ見るか。あ、マジかよそれ。いやー、とりあえずここでダメージ食らって結構いいエイムしてますね僕。でこの人はそのままダメージ受けて、で僕1枚しばいて、でそのままジエンドか。終わったわ、まあ、敵1枚しばいたけどな。やっぱズルだなパーティーって。ソロ勢本当に厳しい。もうねー、封鎖なんて行かないでください皆さんは。ソロなのに、うん、身の程をわきまえて。ソロはねもう農場でね、ひっそり安らかに暮らせばいいのよ。もう僕はやめます。バーイ。